ルーサーヘッドはアメリカ合衆国の元バスケットボール選手。イリノイ州シカゴ出身。ポジションはポイントガード、シューティングガード、191センチメートル、84キログラム。シカゴを代表する高校生プレイヤーだったヘッドはマンディアカデミー高校卒業後、イリノイ大学に進学。最初の2シーズンは控え選手としてプレーしたが、 3年目となる2002から03シーズンにはチームのヘッドコーチが変わったこともあり、ヘッドの出場時間は大幅に増えた。ディーブラウン、デロン・ウィリアムスらと共に強力なバックコート陣を形成し、ヘッド自身はシューティングガードとしてオールランドなプレーでチームに貢献した。04から05シーズンには開幕から29連勝し、同校は全米ランキング1位にランクされ、 カンファレンス連覇を果たした。ヘッドはチームハイとなる1試合平均15.6得点を上げ AP 通信選出のオールアメリカンチームなどに選ばれた。NCWA トーナメントでも勝ち進んだイリノイは決勝でノースカロライナ大学と対戦するも惜しくも敗れた。ヘッドはフィナール4オールトーナメントチームに選ばれた。2005年の NBA ドラフトにて ヒューストンロケッツから一巡目24位指名を受けて NBA 入りを果たす。学生時代は主にシューティングガードでプレーしていたがサイズの問題などでポイントガードにコンバートされた。ルーキーイヤーとなった05から06シーズンは先発 PG のレイファー・アルストンなどチームに故障者が多かったこともありルーキーのヘッドにも多くの出場時間が与えられた。持ち前のシュート力を活かし 一試合平均8.8得点を上げ、オールルーキーセカンドチームに選ばれた。翌06から07シーズンには、6ンに定着、得意のスリーポイントシュートは、成功率44.1%を残し、リーグ4位にランクしたが、続く07から08シーズンは成績を落とし、さらに08から09シーズン中にはロケッツから解雇されるという浮き目に合う。解雇後、 マイアミヒートと契約する。シーズン後、インディアナペイサーズと契約。ありがとうございます。